サイズが大きいんで、これなりきり感すごいですね。ではいよいよ恐竜レッドカーニバルの変身音遊びをします。まずは充電池を装填します。そして噛みつかせると、あのサンバの耐久音が鳴りますね。これで恐竜レッドカーニバルに変身しました。いや、このサンバの音声は面白いですよね。そしてこの恐竜レッドカーニバルに変身した状態でトリガーを引くと、銃撃音と噛みつき音が入ってますね。ちなみにもう一回噛みつかせても、あのサンバの変身耐久音は鳴らないですね。もう一度変身耐久音を鳴らせるときは、一度クリンチョします。そして噛みつかせます。そしてトリガーを引くと、もう一度変身遊びができます。それとこのガブティラでカーニバルは別売りの充電池で音声遊びをすることもできます。カーニバルの充電池を抜いて、まずはザクトルを噛みつかせます。ザクザクリンチョって言いましたね。ガブリンチョの部分のガブが抜けてます。で、この状態でトリガーを引くと、銃撃音とザクトルの斬撃音が鳴ります。細かく音声が出ますよね。次はパラサガン行きます。トリガーを引きます。ちゃんとパラサガンの充電器音も入ってますね。これが全種類の充電池に対応ってことは、相当な量の収録音声ですね。では最後は噛みつきチェンジ遊びの恐竜レッドサンバカーニバルの音声を確認します。そしてサンバカーニバルで使う充電池はこの3本ですね。ステゴッチとドリキュラとガブティラです。この3本だったらどんな順番で噛みつかせても大丈夫です。カーニバルの充電池が刺さってて、カーニバルに変身している状態でグレーのボタンを押すと、噛みつきチェンジの耐久音声が鳴ります。まずはステゴッチ。次はドリキュラ。そしてガブティラ。トリガーを引きます。これでサンバカーニバルに変身しました。陽気な音声ですね。そしてこのサンバカーニバルに変身した状態でさらに噛みつかせると、サンバカーニバルの必殺攻撃音もなります。充電池があれば相当な音声遊びができますので、ガブリボロバイルおそらく収録音声も多いですから、この明るいサンバの音楽でかなり陽気に遊びますね。それで一通りの音声遊びと変身遊びをレビューしました。このミニティラの可愛さとは裏腹に、ギミックの多さは本当に驚きましたね。ただまだ他にもガブリボルバーと合体してガブリカーニバルの必殺攻撃音遊びとか、この噛みつきチェンジも他の種類もたくさんありますし、レジェンド充電池を使った個別音声遊びや、この辺りの限定のスペシャル充電池の音声にも対応してますので、ガブティラでカーニバル関連の動画をアップしましたら、下の説明文リンクに順次アップしていきます。以上、変形獣ガブティラでカーニバルの紹介でした。